今日は薄木のカニ醤油さんに来ました。今日は薄木に来てますとカニ醤油さんです。でこちらはお味噌とかお醤油を作ってらっしゃるのでお酒の麹作りとどういうふうに違うのかなっていうのをちょっと今から見てみたいと思います。今蒸し上がったのを冷やしてる、その後麹を振るんです。麹菌を振るんですよね。麹だからな、麹は60度ぐらいまで加減と麹菌が死んでしまう。60度ぐらいの何キロぐらいあるんですか、これは。お酒の錠米からからしから麹作りまでは見たことあるんですけれども、ここで初めてお醤油味噌の元になる麹作りを拝見してます。なんか全部全てが小さくてコンパクトですね。米なんですけど外交内難になってますね。やっぱり今麹菌を入れてるんですか。はい、そうなんですね。こちらがカニ醤油さんの麹菌です。こういう感じでこう揉み込んでいってますね。60度に下がった時に入れているということで、こちらがカニ醤油さん専用のオーダーメイドの、麹菌で、やってるそうです。こちらが麹室です。甘酒とか、ね、塩麹、お味噌とか。甘酒、塩麹、お味噌。俺の後輩よ。こちらが最終的な、最終的に作り上げた、きれいな、これがこれ作ったやつ。そうそう、これをこうやって今からあれを今日入れるんですけど、今からで、2日後にこれになります。2日後、はい。これ料理に使う。これは何に使います。塩と大豆と混ぜると味噌になるし、はい、塩と水だと塩麹で、あともち米とこれ混ぜると甘酒になります。何かと混ぜることで、全ての発酵のもと。今日は突然の訪問にかかわらず取材をありがとうございました。またカニ醤油さんで買った麹でお味噌を作りたいと思います。